こんばんは、ジュリーです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。はい、では今日はですね、好きな人に振られてしまった時の挽回対処法という話をさせていただきたいと思います。はい、でデートだったりとか告白して断られちゃったら、もう本当に絶望的、もう本当ダメだ、もうチャンスなんか二度とない、もう最悪だっていう風にね、一回の終わりみたいな感じで思ってしまうことってあると思うんですよね。でもね、私一回断られただけで絶対諦めるなって言ってるんですよ。もうデートなんかもう3回ぐらい断、誘うで告白も3回まで、全部3回までです。挨拶です。1回目は3回頑張ってほしいんですね。で1回断られて無理ってなっちゃったら本当もったいないんですよ。なぜならば女性っていうのは結構すごく自分のことを好いてくれる人を好きになったりとかするんですね。なので1回だったら絶対諦めないでください。まあ、もちろんね、その状況だったりとかアプローチの仕方っていうのもあるんですけど、ね、あの手この手その手どの手でやるっていうことですね。あの手あの手あの手だとちょっとストーカーになっちゃうんですけど、でもあの手この手その手どの手っていう風に手を変えていけば、それはしつこいではなくて情熱的に変わるんですよ。そして情熱的な男性、情熱的に自分のことを好いてくれる男性に対して女性っていうのはすごく心がね動かされたりとかしますので、ぜひ、3回と思っていただければと思います。じゃあ具体的にどういう風にしていったらいいのかというお話をさせていただきたいと思います。この動画がいいなって思っていただいたら、チャンネル登録と高評価の方もお願いします。概要欄から LINE の友達を募集してます。こちらお友達になっていただいた方には3つのモテる動画を無料でプレゼントさせていただいてますので、ぜひぜひお友達になってください。はい、ではじゃあどうやったら断られても付き合うことができるのか、まず一つ目はですね、さっきも言ったように諦めないことです。諦めてしまったらもう終わりです。あなたが諦めたら、あなたがその道をやめたっていうことになるんですね。あなたが諦めて相手の女性から告白をしてくれるってことは絶対にないので、あなた自身がまず諦めないっていうふうに決めることなんですね。それが大事です。そして二つ目は気にしない。断られても気にしない。ね、挨拶して、ちょっと今日は、例えば、あるじゃないですか、男性同士で、あ、ちょっと今日、飲み行こうぜって言って、あ、ごめん、ちょっと今日予定あるんだ、みたいな感覚だと思ってほしいんですよね。もちろん、自分の思い入れがあったら、そんな簡単じゃないよって思うかもしれないけれども、思ってください。思うことで付き合えるなら、いいですよね。なので、ぜひね、気にしない。諦めない。気にしない。ね、振られた事実はあったかもしれないけど1回でしょ。じゃあどういう風にしたらいいのかって考えていただきたいんですね。そして3つ目は戦略を立ててください。さっきも言ったように、あの手あの手あの手でやるからしつこいって思われてしまって嫌われちゃったりとか、ちょっとストーカーに間違えられちゃったりとかするんですね。ではなくて、ちゃんと戦略を立てる。相手の女性が何を伝えたら自分にね、自分とご飯行きたいって思ってくれるかな、みたいな感じで戦略が必要になってくるんですよ。自分の思いだけをそれを伝えるのではなくて、相手の心を動かす戦略が大事なんですね。相手の心を動かす戦略が情熱なんですよ。でも自分の思いだけを言うのって、それは自分勝手、身勝手なんですね。そこがすごく大きな違いで、苦手な人は嫌われるし、ストーカー扱いされるんですけれども、情熱的な人は好かれるっていうのは、そこが一番違うところです。なので、相手の女性が何を言ったら喜んでくれるかな、何を言ったら僕とご飯行きたいっていう風に喜んで言ってくれるかなっていう、相手目線に立って戦略を立てるっていうことがすごく大切になってきます。そして4つ目はですね、それこそ相手の欲していることをヒアリングする。相手が何を欲しているのかっていうのを質問の中からこうね、聞いていく、知っていくっていうことが大事になってくるんですね。自分の想像だけだったら間違ってる場合があるんですよ。だから会話の中から、もしくは一回振られてしまったら、前に話していた会話の中で絶対ヒントがありますので、そこから自分が相手は
はこういうこと言ってた。例えばじゃあパスタでカニのクリームパスタが好きって言ってたと思ったら、カニクリームパスタがをでお誘いをしたら来てくれるかなとかね。例えばだけれども、そういうことをちゃんとヒアリングするっていうことが大事です。そして5つ目はですね、それに沿った行動をするっていうことになります。で、私の話になっちゃうんですけど、昔すごいね、絶対ないなって思ってた方にもう付き合ってくださいって言われたんですけど、まあ、何せね、私はすごく興味がなかったんですよ、ごめんなさい。だけど相手がその私が欲していることをヒアリングしてくれて、それに対してもう本当に見返りを求めずいろいろやってくれたんですよね。まあ、結果付き合ったっていうね、そういうこともありましたので、ぜひねこの戦略は本当に使えます。相手が今あなたに興味ないとか関係ないんですよ。あなたに今興味なくてもこれから興味を持たせればいいだけなので、諦めずにやっていただければなと思います。はい、ではおさらいしますね。まず一つ目は諦めないこと。そして二つ目は気にしないこと。そして三つ目、戦略を立てること。そして四つ目、相手の欲していることは何なのかヒアリングをすること。そして五つ目、それに沿った行動をすることがめちゃくちゃ大事になってきますので、ぜひぜひ、頭に入れてやっていっていただければと思います。はい。はい。では、やめるだけでモテるおじさんになれる方法。まず一つ目。年齢を聞かないです。結構ね、おじさんになればなるほど、なぜか年齢聞いてくるんですよね。で、年齢聞いてきて、例えば数字で判断するから、じゃあ30何歳ですって言ったら、あ、結構いってんねとか言うんですよ。そこで褒めればいいのに、なんか、こう、配慮をしない数字を言ってしまう人って結構いらっしゃるなって思いました。実際私もね、この間、なんかすごい大きめの数字言われて結構ショックだったんですけど、そこはね、もし見えたとしても、すごく低く言ったりとか、若く見えるねっていう風に言った方が、絶対にモテるんですよ。で、おじさんだから、自分より年上の男性に結構言ってるねとか、結構大きめの数字、なんならおじさんと近めな数字を言われたりとかすると、結構ね、女性はね、もう嫌だな、この人なしだなって思っちゃったりするんですよね。なので、年齢はもう聞かないのがベストです。っていうのを頭に入れていただければなと思います。はい、そして二つ目。マウントを取らないです。結構、やっぱこう年齢が上がってくると、どうしても俺はすごいんだぞってやった方がモテるんじゃないかって勘違いしちゃってるおじさまっていらっしゃるかと思うんですね。で、もちろんモテたいがための行動、悪気は全くないと思うんですけど、マウント取る男性を好きっていう女性はもういません。ほぼいないと思った方がいいです。なので、自分すごいんだぞってマウント取りたい、ね、僕が支配したい権力っていう風に思っちゃう人は気をつけてください。マウント取れば取るほど女性は嫌いになっちゃうので、マウント取っちゃいがちだなって思う男性はやめていただければなと思います。はい、そして3つ目。自慢しない。これも同じなんですけれども、やっぱこう、これだけ僕はすごいんだよっていうことをアピールした方が、女性に好印象を持ってもらえるんじゃないかって思ってしまってるおじさま、結構多いです。でも、自慢話は女性は基本的に嫌いです。最初はね、すごいとか言うんですよ。で、本当に最初はすごいって思うんだけど、すごいって言われたらもっと言った方がいいのかなって思って、どんどん言っちゃうと思うんですよね。でも、だんだん、すごいっていうのが疲れてきちゃったりとか、もう分かったよっていう風になっちゃう可能性があります。もうね、そのままで素晴らしいので、あなたはそのままで素晴らしいので、自慢なんかしなくても大丈夫って思っていただいて、自慢をしてしまうっていう方はやめていただければなと思います。はい。そして四つ目、焦らないです。自分よりも年上の方が自分よりもテンパってたり焦ってたりとかすると、すごく逆に不安になるんですよね。
おじさまだったらもっとデンと構えていてほしいなって思うんですよ、女性は。なので自分が結構焦りがちだなとかテンパりがちだなって思う人はもう結構物事って大丈夫ですので焦らない、ね、結構落ち着いていれば大丈夫だっていう風に自分に言い聞かせるっていうことをやれば焦るっていうこともねなくなってくると思いますので、焦るっていうのもやめていただければなと思います。はい、5つ目、これめちゃくちゃ大事です。これやっちゃってるおじさまがいたらちょっと、やめてください。もうすぐやめてください。何かというと、お金を渡さないです。ね、お金を渡した時点でもうお金の関係になっちゃうんですね。でお金が切れたらもうその関係はなくなってしまって、中身というものを見てもらえなくなっちゃうんですよ。結構お金を渡していてそこに愛があるっていう風に思ってしまう方もいらっしゃると思うんです。もちろんね、全部じゃないですよ、全部じゃないけれども、要はねピッピーカツとかね、それは本当の愛ではないですし、モテてるわけでもないんですよ。でもお金渡しているのにモテてるって思っちゃってる方結構多いかなって思います。ちょっとね、そういう方に触れたことが、まあ、ありますし、ちょっとこの間もねそういう方いらっしゃったんですけど、それはモテてるわけではなくてお金でつながっているだけで、あなたはもうお金なんか渡さなくてもモテるから安心してください。そのあなたのもう中身だけで絶対にこうね魅力的な方だと思うので、お金渡しちゃってるよっていう方はもうすぐにやめるっていうことをしてください。それでもしその方との縁が切れちゃったらもうそれまでなんですよ。お金じゃない関係から始められる女性を見つけた方が絶対にいいので、ぜひね、お金を渡さないって決める。で、高価なものも渡さないっていうふうに決める。もちろん付き合ったら、付き合ってたりとか、もうその先の話が進んでたらいいですよ。だけどお金はでも基本的に結婚している以外は渡さないですね。例えばお誕生日プレゼントで何か高価なものを渡すとかだったらいいと思うんですけれども、もう金銭を渡すっていうのはね、ほんとよろしくない行為、愛が生まれにくい行為、もちろんゼロじゃないですけどね、生まれにくい行為になりますので、お金を渡さないっていうふうに決めていただけるといいかなと思います。はーい、ではおさらいしますね。やめるだけでモテるおじさんになれる方法、まず1つ目、年齢を聞かない。2つ目、マウントを取らない。3つ目、自慢をしない。4つ目、焦らない。5つ目、お金を渡さないです。しっかり頭に入れていただければなと思います。はい、ではですね、概要欄から LINE の友達とメッセンジャーの友達、そして無料のオンラインサロンクラブハウスのお友達を募集してます。私がたまにやる本当に超スーパーゲリラなんですよ、いつもライブ配信のご案内だったりとか、あと YouTube では言えないような極秘の、スーパーレア情報だったりとかね、そういうのをねお届けしてますので、よかったらお友達になってくれたら嬉しいです。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。